橋裕二です。作曲をしてピアノを弾いています。1960年から現代音楽専門のピアニストになり、その後アメリカに住んでいた頃から少しずつクラシックの曲を弾くことになりました。最近はバリトンサックスの栃尾勝樹さん、メゾソプラノの畑野睦美さんと3人で風車というユニットを作ってコンサートをしています。ソロ、デュオ、トリオを組み合わせたプログラムで、17世紀バロックの音楽や20世紀の歌曲など、それに新しく作曲した曲もあります。今回のプログラムはこれまでに作曲した曲とそれにつながるクラシックの曲をいくつか集めてみました。まず永瀬清子の詩に作曲した歌曲、明け方に来る人よです。永瀬清子は岡山で畑仕事をしながら詩を書いていました。明け方に来る人よは1987年81歳の時の詩です。ピアノパートはテデッポッポーという日本のキジバトと、シュンベルクのグレの歌にあるヨーロッパのヤマバトの鳴き声の引用を組み合わせています。
時私は家出しようとして、小さなバスケット一つを下げて、足は宙に震えていた。自分で分からず、恋している自分の心だけが頼りで、若さ、それは苦しさだった。その時あなたは来てくれなかった。汽笛を上げる。